こちらが切ってですね。はい、いたします。はい、共通切符ですね。リフトの、はい、リフト乗り場のところでもそちらの切符を出して。あ、わかりました。はい、行っておきます。はい、どうぞ。あ、これはなかなか結構な急斜面ですよ。いるかもね。結構な傾斜。思った以上に、はい、すごいなこれ、はい。いい運動になりそうです。はい、ではこのいろは坂をテクテクと登っていきましょうかね。はい。はい、あ、どうぞ。はい。200円ですね。はい。どうぞ。はい。はい、で3枚ずつですか。はい。お一人3枚。これはまず その輪っかなんやろな、多分。でもその上の方もええんちゃう、多分。あれ当てた。それいきます、ほんなら。いきますよ。はい、せーの。よっ、あー、全然違う。はい、どうぞ。あっ、でも僕よりは近いと思う。せーの。よっ。はい、通りました。はい、ありがとうございます。今でもやりやすいんちゃう。そうやね。はい、どうぞ。あの、そこでなんか鹿おったら当たってんじゃうかね。はい、遠そうなそのグリーンのネットを狙います。いきますよ、せーの、よっ。おー、ちょっと遠い、やっぱりあそこまで飛ばすのはちょっと難しいかな。はい、なんかあのヘロ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 となんか墜落していった感じだけど腰痛い、はい、残念ながら3枚目は墜落しました。はい、うん、座ったら足上げてくださいね。はい、どうも。はい、どうぞ。はい、すいません。座ったら足上げてください。はい、はい、どうも。おお、なんかこういうリフトってどこ以来やろ。さっきのあの変わらない跡ってさ、あ、これ暑いわ、上脱ごうかと思ったけど、こう風に揺られてると結構寒いですね。はい、なんか天気良くなってきたね。両足を前に上げ、着地マークで降りてください。はい、どうもありがとうございます。これすごいですね。何メーターぐらいあるんですか。600メーターぐらい。すごい長いですね。これは値打ちあるな。でも体調長かったね。長かった。はい、これでも寒い時やったら結構かなわんかった、うん、これは一体どなたなのか。のせよりつぐ子。そうやわ、のせよりつぐ子ですよ。はい、やってきました。これは一体何の建物なのか。海運やで。海運で、海運で、なんか多いね。はい。おお、すごい。これが一体どっちの方角なんやろ。太陽が向こうということは向こうが南かな。っていうね。うん。そうですよ。うん。あの、一般の人は入れないです。あ、そうなの。仏と対応するための会館のような感じです、ね。はあ、そうですか。これ何やろ、何だろう、お寺っぽい雰囲気やけど。お寺ですか。あ、ほんまやな。こっちからね、ここまで歩いて登ってくるとありがたみがまた違うんかもね。ねえ、
これがご本人かな、じゃあ。そういうことですね。まあ、こちらちょっと撮影機1なんで。はい。これあれやな、あの、出雲大社じゃなくて、あの、伏見稲荷の登り切ったあたりもなんとなくこういうのあったような気がするな。これぐらいの巻き方がええよな。はい、はい、捕まえた。はい、枯れ葉っぱを捕まえました。お守りをいただきました。はい、開運ですね。はい、はい、この写真をどうぞ。あ、これ付き合わせようないです。え、あ、違う、これ、あ、そうなんだ。ここまでバスは来ないですね、やっぱり。そうですか。なるほど、そういうことですか。結構長いですね、650m のリフトですね。はい、ここで眠るとちょっと危険ですね。ないですか。はい、はい、眠らないように気をつけてください。